はい、こんにちは、公立中高一貫校対策講座、グラフ表問題に強くなる、はい、第4回目です。いいかな。前回の講義の内容なんですが、作業をするっていうのをやりました、ね、作業って何なんだろう、ちょっと思い出してみましょう、ね、もう書いてあります、ね、前もって書いておきました。まず作業、一番最初、その1がタイトルに丸をすること、ね、その2、項目判例チェック、その3が単位を確認、必ずするんだよ、いいかい。で、さらにグラフの種類ってやったよね。グラフの種類を組み合わせることによって、そのグラフが大まかに何を書かれているのか、何を表したいのか、ね、これを分かることっていうんだけども、ね、客観的把握、これを説明できるようにしようというのが作業の目的です、ね、大丈夫かな。はい、じゃあそれを踏まえた上で前回の宿題ちょっと見てみようと思います。はい、前回の宿題こうでした、ね、次のグラフ1、グラフ2に作業をしなさい。またそれぞれのグラフから分かることを説明しなさい。いいかい。作業をして分かることを答える、ね、グラフの中だけから分かること、いいかな。さあ、まずはグラフ1からやってみようか。はい、グラフ1、タイトルは何だろう。タイトルは理解、林業で働く人の数、ね、さあ次、項目判例チェック、ね、今回は見てみると1960年、1970年、1980年、ね、これは何年のニーズを比べているのかというこの年だね。はい、今回は判例はなしだね。はい、その3、単位を確認。万人って書いてあるよ。例えば1960年であれば 43.9万人ってことになるんだけれども、正確には43万9000人、1970年であれば 20.6 万人、これは20万6000人、いいかな。単位をしっかりと確認してください。さあ、さらにグラフの種類は何だろう。今回であれば棒グラフ、いいかい。棒グラフだということは、ね、何を表したいんだったっけ。棒グラフは項目を選んで比較をする。比較の仕方としては差、いいかい、どれぐらい違うよ、差とか何倍、何分のいくつなんていう数値、ね、棒グラフというのは、ね、量を意識してあげるといいと思う、ね、量を比較するということ。じゃあここまでできればあとは簡単、ね、いいかい。まずはこれを主語にしよう。じゃあ主語ってことは林業で働く人の数は、いいかな。林業で働いている人の数は、年っていうのはどうだろう。ここで書かれているのは1960年からいつまで、2005年までか、ね、じゃあ林業で働く人の数は1960年から2005年まで。じゃあ数値どうだろうね。43万9000人、ね、2005年であれば4万7000人ということが分かる。さらに、ね、その人数を今回だったら何分のいくつがいいんじゃないかな、ね、どれぐらいだったんだろう。43万9000人から4万7000人、約40万人から、うん、4万7000人超えてるぐらいだから、そうだね、約10分の1っているんじゃないかな、
じゃあこれを文章で表してみよう。そうするとこういうことになる。林業で働いている人の数は1960年には43万9千人いたが年々減少している、ね、で2005年には4万7千人となり約10分の1になったよ。いいかな。ポイントは棒グラフ。今回は年ということで時間が関係してるんだから年々どうなったんだろう、ね、こういうところに意識してあげるとより分かりやすい説明ができると思います。はい、次グラフの2。はい、グラフの2も同じようにやってみよう。はい、まずはタイトルに丸。丸太の種類別生産量の割合。さあ、項目は何だろう、これね、項目、判例を見てみよう。判例を見ると色ごとに杉とかヒノキ、カラマツ、その他、つまり丸太の種類についてが、ね、比較をされている、ね、これが項目になる。その3、単位の確認。これは当然割合、これ大事だよ。割合だから単位はパーセントで表されているよ。はい、グラフの種類は円グラフ。円グラフっていうのは全体の中でそれが何パーセント、どれぐらいの割合を占めているのかということを表すグラフだった、ね、じゃあこれを順番に文章化していこう。主語は、ね、丸太の種類別生産量の割合は、じゃあこれでどれが何パーセントっていうことを、ね、順に書いてあげればいい。ただしその時にどうやって強調するのか、杉がどうだろう、円グラフ見たら 52%、ね、半分を超えたぐらいだね、約半分、ね、ヒノキが 12%、 カラマツも 12%、ね、その他が 24%、 だいたい 25%、 4分の1だね。これを順番に書いてあげればいい。ですから答えは、ね、丸太の種類別生産量の割合は杉が 52% と約半分を占め、ヒノキ、カラマツが約 12%、ね、その他の種類が約 25% である、ね、グラフから分かることだけを書いてあげれば OK です。はい、さあおまけの問題、ね、おまけの問題は2010年の杉の丸太の生産量を求めなさい、ね、計算結果の万の位を四捨五入して10万の位までの概数。じゃあこれ計算してみようか。はい、2010年の杉の丸太の生産量って言うんだけど、2010年は全部で、1719万立方メートル。いいかな。この中の 52%、ね、これが全体で52% が杉の丸太ということは、ね、式としては
52% っていうことは全体を一致した時の 0.52、 これをかけてあげればいい。計算をすると、893万893万8800、ね、で、10万の位までの概数1、10、100、1000万、10万の位までの概数ということは、この場合切り捨てるということは89万、ね、答えは、約89万立方メートル、または、あ、ごめん間違えた、10万のくらいだから、ごめんなさい久保田さん、ごめんなさい、ちょっとここのところから答えは合ってましたっけ？うん、今答えは合ってたよ。要するに、あの、890万は89万と読んだだけで、はい、言い直せばよかった。ここから言い直せば、ここからやります、うん、じゃあそのまま取り続けてますから、はい、52% ね、はい、じゃあ式はってことで、はい、じゃあ式を書いてみようね。1719万×0.52、 いいかい？1719万立方メートルの 52% 全体を1とした時の 0.52 だよね。これを計算すればいい、ね、これを計算すると893万8800立方メートル。今回はね、指示としては10万の位まで1、10、100、1000万、1、10、100、1000万、ね、ここまでが必要、ね、ここを四捨五入すればいい、ね、ということは890万立方メートル、いいかな、ね、ちゃんと適切な処理をしてください。与えられた指示に従って四捨五入なりすることですね、はい、ということは答えは890万立方メートルまたは890万はい立方メートル、ね、いいかな、これが答えになります。さあ、この数字の処理、これが非常に大事です。そう、今回の講義ではテーマ、ね、数字について、ね、勉強したいと思います。いいかな、はい、数字について、ね、とてもとても大事です。最初の講義の時かな、いいかな、最初の講義の時に多分言ったと思うんだ、資料分析って3つ、まずは統計処理、ね、数字についてというのはこの一番最初の統計処理、ね、で分かること考えられること、この3つだね。一番最初、これが基本の基本、いいかい、これをベースにしてこの計算したものね、いいかい、統計処理ということは、いい、前にもちょっと言ったと思うんだね、計算能力、割合、この2つが大事だって話をしたんだけども、ね、この数値間違ってたらせっかく内容合ってても丸にはなりません、いいかい、しっかりと点をさ得点を、ね、抑えるには非常に大事です。で、なんでわざわざ数字についてっていうのを単独させて
ね、1回の工事にしているかというと、いい？この数字っていうのは、ね、何のために使うのかってこと。多いとか少ないとか だけだったらちょっと物足りないでしょ、ね、いいかい。なんで公立中高一貫校の適性検査では必ず数値を使うこと、ね、書いてあることが多いです、ね、いい。中には、ね、数値計算をたくさんやらせる学校もある。もうそれだけでいっぱいいっぱいになりそう、ね、いいかい、ね、でもなんでこんなことをさせるのかって言ったら、ね、2つあります。1つ目はいい？計算割合、つまり、ね、小学校の算数の内容をしっかりと理解してますかっていうのが試されているんです。はい、もう一つ、いい？もう一つは数値を使うことによって、いい？その回答にちゃんと説得力を持たせることができているのか、いいかい。つまり説得力ってことは相手に伝える力、論理力とつながっているということ、ね、その数値を提示することによってこうこうだからこうなんだっていうことを強調するためだね。数値を使って強調すること、いいかい、ね、これが非常に大事になります。はい、ね、特にね、一番困るのがもうずっとこれをこの資料分析を教えていて、ね、大きい、みんなたくさん間違えるです。非常に多いのが、ね、割合、割合と実数、これをちゃんと区別できていない人が非常に多いんです。いいかい。今回は例題を出してあります、ね、ちょっと見てごらん、ね、括弧1番グラフ1とグラフ2から2010年度の原子力による発電量を求めなさい、ね、これはそんなに難しい話じゃないよ。めんどくさいけれども2010年の発電量は、ね、書いてみようか。ね、単位気をつけてよ、ね、でそのうち、ね、パーセントはどれぐらい？ 24.9%、ね、いい。これはちゃんと割合の求め方が分かっている。割合の求め方、うん、割合を使って、ね、どれぐらいなのか割合の理解があれば分かるはず、ね、ここまではいいんだ、大体みんなできると思うんですが、これが怖い。括弧2番グラフ1とグラフ2から1950年度と2010年度の水力発電による発電量を比較しなさい。その際必ず数値を使って答えなさい。いい？グラフだけ見てちゃダメなんだよ、ね、グラフ1は日本の年度別総発電量、どれぐらいの量が発電されているのか。グラフ2はどうだろう、日本の年度別発電量の割合。割合ってことはね、1950年、60年、70年、80年、90年、2000年、2010年、全部全体を 100% で考えている、ね、でもグラフ1見てごらん。そもそもその年の全体の量が違うでしょ。いい？全体の量が違えば割合を使って計算した数値も当然変わるはず。
ね、この問題は実は引っ掛け問題なんです、ね、いい？設問では発電量を比較しなさい、ね、多いのが水力発電による発電量は1950年度の 81.7% から2010年度の 7.8% まで約10分の1に減少している。これは絶対ダメだよ。だって発電量じゃなくてこれは割合だよね。これ実は計算するととんでもないことになっちゃう、ね、全体の中での割合はものすごい減ってるにもかかわらず発電量自体は実は 2.4 倍に増えている、ね、いいかい？見かけに騙されちゃいけません。ちゃんと、ね、数字、ね、数字についてちゃんと理解してない、していなければ、ね、正解を導き出すことはできません、ね、さあじゃあ今回の宿題も同じだよ、ね、次のグラフから分かることを2つ書きなさい。初めて見るグラフだと思います。積み上げグラフ、まあ、積み上げ棒グラフ、細かく言うとね、と言います、ね。このグラフに関しては、意識することは2つ。1つは、ね、全体を見ると、棒グラフみたいになってるよね。だけど、それぞれが帯グラフになってるよね。帯グラフみたいになってる。ここまでがヒントです。これがヒント。これを、ね、うまく使って考えよう。棒グラフということは、ね、量、つまり実数。帯グラフということは割合。いいかい？ね、今日はここまでにしたいと思います。